皆さんこんばんは。東京青山の結婚相談所マリーミー代表婚活アドバイザーの植草美幸です。日曜日のこの時間は植草美幸の恋愛結婚相談の時間がやってまいりました。この番組は全国の皆さんからいただいた恋愛結婚にまつわるさまざまなお悩みを解決していく番組です。そしてアシスタントはおなじみの木月理恵さんです。こんばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。植草さん、はい、この番組は YouTube でも配信しているんですけれども、はいはい、お便り寄せられましたので、はい、早速ご紹介いたします。はい、どうぞ。ペンネームいつか会社経営者になりたいさんからです。はい、YouTube のコメント欄からのご質問。結婚前に相手の性癖はどうしたら分かりますかの質問者です。ご回答ありがとうございます。嬉しいですが正直とても驚きました。私自身の性癖は至って普通で、むしろ相手を退屈させないように気をつけています。もう一つ質問していいですか。男女関係でも職場でも一般的な人間関係において、相手の本来の姿にいち早く気づく方法はありますか。私は今年の初め、外資系の職場で出会った交際丸2年の当時婚約者と辛い別れをしました。周りの友人はみんな彼はいいやつだと言うし、彼の家族や親戚もごく普通の人たちのように見えました。ですが出会って1年ほどした頃から疑いができ始め、最終的にはいじめなどもする人間だということも分かりました。裏切られたという表現もありますが、もっと早くに気づけなかったのかということです。言葉より行動を見ろでしょうか、あるいは過去を参考にしろでしょうか。彼は奇妙な離婚歴があり、出会った当時からなぜ離婚したのか、なぜひどい別れ方をした前妻を一度でも選んだのか疑問でした。また逮捕歴はありませんがと、この後書いてあるんですが、ちょっとこの番組では一部ここは省略いたします。ぜひ YouTube での投稿をお願いいたします。私は靴を12足しか持っていませんが、書籍を拝読して3足購入しました、ということで、その逮捕歴はありませんがの後はちょっとね、はい、際どいことが書いてありましたので、はい、ちょっと省略をいたします。はい、はいはい、ということなんですが、なるほど、はい、まずこの方に、ね、一度投稿いただいてるんですよね。はい、ありがとうございます。はい、で今回は、早いうちにね、相手のいち早く本来の姿を気づく方法、ね、うん、はい、男女関係でも職場でも、はい、なるほどね。これはね、まあ五感を鍛えて人を見る力をつけるしかないんじゃないですか。なんかよく心理学の本とか売ってますよね。手振りの多い人はこういうタイプとかね。うん、そうね。あとはその、今の質問にあった離婚歴のことありましたよね。はい、で離婚についてはね、本人の話を一方的に聞いていても解明できません。はい、で離婚っていうのはね、その2人の問題であって、はい、全てを全部大っぴらに話すっていうこともないでしょうし、はい、心の内をね、はい、ないから、そこはもうなんていうのかな、彼のそれから、過去、はい、過去のその婚歴については、はい、話半分というか、うね、あまり、うん、気にされない方がいいと思いますよ。双方ね、言い分があるでしょうしね。そうそうそう、うんうん、でそうね、うん、いじめとかね、はい、っていうことを容認するような人だということだったんだけれども、もしかしたらそのお付き合いしていてその辺のこと少しは気づいていらしたんじゃないかなっていうふうに思いますけどね。疑いがね、でき始めた、うん、ということなので、うんうん、はい、だからそれをその2年もお付き合いしたことが逆に不思議、はい、うん、何かね、もっといろんな話をするべきでしょうね。そうですね、うん、恋愛中にね、最も必要なのって何かこう食事をしておいしいねおいしいねとかね、はい、それから映画を見に行ったり、それから、まあ、登山が好きな方は登山をしたりっていう趣味のことをなさると思いますけれども、はい、本来はもし彼女がその先に結婚とかをね、はい、考えていらしたのであれば、その人の考え方がとっても分かるような会話をするべきなんですね。そうですよね、うん、きっとポジティブワードしか引き出さないようなお話ばかり。そう、あとは早い段階に結婚観をお互いに話していればよかったのかなと思いますけどね。
自分の意見をということですかね。そう、私はこんな風に、はい、この先の人生をこういう風に考えてますよと、はい、でもうちょっとその自分のことを知ってもらうっていうのも一つかな、はいはい、で、彼のことはよく知ってるみたいですね、いろいろ聞いていて、はい、だけどじゃあ実際に彼が自分ご自分のことをどのぐらい知ってくれたのかなっていうのがよくわからないんですね、はい、なので、もし辛い別れって書いてありましたから、とってもすごく大好きだったんでしょうけど、はい、正直辛く思う必要はないと思いますよ。そうですね、うん、はい、だってそういう彼でしょ、はい、とっとと本当別れるべきだったけど、はい、2年も付き合って無駄だったって思った方がいい。あとこう出会って1年ぐらいしてから疑いができ始めて遅くないですか。遅いですね、まあ、少なくても 3,4 ヶ月で気づいてとっとと別れるべきですよ、ね、だと思いますよ。なんか自分のネガティブなこといっぱい言いまくるってどうですか、自虐ネタみたいな。なんか自虐を言った方が勝ちじゃないですけど、自虐をこう面白く話して、あなたもそんな経験なかったみたいな、自虐を向こうから引き出すみたいなのとかどうなんですか。難しくないですか。効果的じゃないですか。どんどん魅力がなくなっちゃいます。そうそう、やっぱりこう人に自分を見せるときって、はい、最初の頃そうね1年ぐらいはいいところしか見せない努力をしますよね、はい、人はね、はい、だから多分彼女は自分のいいところをずっと見せ続けていったんだと思うんですね、はい、でそういうこうなんていうのかな、今の話からすると、はい、もうちょっとこうぶつかり合うところがもっともっと早くあった方がいいのかなと思うし、うん、はい、まあ1年ぐらいから疑いが始めたのにその後1年付き合っちゃったのは何かしらっていう私の疑問です。そうですね、ご家族や親戚も会っちゃいましたからね、うんうん、だからね辛い別れって思わない方がいいと思いますよ。辛くはない、もし辛いっていう言葉を使うのであれば、はい、2年も付き合っちゃって何だったんだろうっていう後悔の方がいいと思いますし、逆にその後ずっと付き合いを続けていて、はい、今まだ付き合っているとか、はい、結婚しちゃった方が辛いんじゃないですか。そうですね、うん、だから良かったと思います。本来の姿にいち早く気づく方法はもう自分の方からガツガツといろんな結婚観についてお話をする。そうです。この男女関係、職場ではどうですか、一般的な人間関係。職場で相手を本来の姿、うん、知る必要あるんですかね。でもね、そうね、職場で見せてる姿っていうのと、うん、家の中に入った姿って別物ですからね。そうですよね、うん、仕事の人がみんな本来の姿出したらぐっちゃぐちゃの会社になっちゃいますもんね。そうそうそう、だからそこはもし仕事で見る相手を見るってことになると、うん、例えばその思いやりとかね、はい、うん、人に対してのコミュニケーションを取るときのその話の仕方の思いやりぐらいしか分かんないと思いますよ。それとあとはいち早く職場に来て誰よりも早く来るとか、そういうその生活習慣みたいなものが職場では多少見え隠れしますよね。そうですね、うん、お金は生まなくても人間関係の構築が上手な、うん、いい方もいらっしゃいますもんね。そうそうそう、職場にはね、あとはまあ職場で何を見るかって言ったら動作が早いとかね、はい、うん、そんなとこじゃないですか、本音のその恋愛感とか。人は、ね、例えば新人さんがミスをするとするじゃないですか、はい、例えばお客さんを怒らしちゃったとか、うん、そういう時にどういった態度を取る方がいいと思いますか、うんうん、ね、うん、私も何人もね、スタッフがいますからね、よくいろいろ見ますけど、はい、うん、ミスをした時にかばう人と、で後で私がちゃんと指導します、申し訳ありませんって謝る、はい、謝ってかばってくれる人と、はい、あとはそうなんですよねって一緒になって言っちゃう人、はい、いますよね、はい、で後者は残念ですけれども人としては、まあ、薄いというか残念ですよね、はい、うん、で前者はその自分の立場をよく分かっていて、その自分の部下がの出来を自分がカバーして自分の責任ですって言えるっていうのは素晴らしいと思いますよね、まあ、そういった方が、うん、そうですね、まあ、そういうところを見るとか、あとどうですかね、感性が豊かな人は例えば、私はよくね会社の窓から夕日が見えるんですね、はい、で夕方になると日が沈むわけです。でそういう時に割と感性が豊か、
五感が鋭いので、はいはい、わあ日が沈んできた綺麗だよみんな夕焼け見てって言うんですけど、はい、その夕焼けを気がつかない人の方が多い実は忙しいですからね実は多い、はい、で見ててもスルーの人が多い。あ、なるほど、うん、そう、はい、だからそういう、まあ、五感っていうのも鍛えるっていうのも一つ相手のこう考えてることとかの言葉で出した裏の考えとかをね、うん、見抜くのも一つ必要かな。なるほど、五感、五感、うん、まあ、それと合ってるかですよね。あと自分とね、うん、そのお相手が、そうですね、うん、だからねあんまりねそのなんていうのがすごく相手を好きになってしまってうすうす分かってるのに片目をつぶるっていうのは良くないかな、はい、彼女の場合は。そもそもね本来の姿を知る必要ってありますか。本来の姿ってどこまでが本来の姿ですかね。わかんないです、まあ、この方変態の話も聞きたいみたいなので、うん、そういったところまで、うん、知る必要ないですよね。そうね、そうね、口に出してしまった言葉は、うん、うん、でも彼女からしたら本来の姿じゃないんじゃないですか。口に出しちゃってることは、うん、本来じゃなくて目で見えるものだから、はい、聞いちゃったものなので大っぴらなものっていう風に捉えてるんじゃないですか。うん、そうですよね。本来の姿って難しいですね。変態も含めてね。変態も含めてね。てね、まあこの方の性癖は至って普通だったそうですね。うん、相手を退屈させないようにしている。うん、素晴らしい。なかなか教えてほしいですねどういうふうにしたら退屈しないんでしょうかね。そうそうそう、逆にねまたねコメントいただければね嬉しいですね、はいはい、植草さん今度12月13日婚活セミナー行うんですね、はい、これクリスマス直前じゃないですか。そうです。まあね、うん、セミナーが18ですよね。だから1ヶ月ちょっとありますね。婚活セミナー13日あ、ごめんなさい失礼しました、はい、なので、あれじゃないですか。例えばね13日に婚活セミナーに行きました、うんうん、その日のうちに入会ってできるんですか。できますよ。例えばそれはね、うん、必要な書類をもうお持ちいただけないお持ちになったら、はい、なったら、はい、それはホームページとかに書いて、はい、お電話で、ね、例えばの話ですよ、はいはい、今年中にね、うん、お見合いをして、うん、まあ成婚体験は難しいとしてもですよ、うんうん、例えば交際までに至ることってもうそれはもうザラだってお見合いをしました。例えば、はい、今日いらっしゃいました、はい、ご相談に、はい、で書類全部揃えていらっしゃいました、はい、で写真までもう撮れちゃいました、はい、そしたら翌日にはアップできちゃうわけですよ、はい、皆さんに見ていただける、はい、で翌日に申し込みが来たら急いでお見合いの設定をすると、はい、入会から 4,5 日でお見合いできちゃうわけですね、はい、でそのお見合いの方が例えば一目惚れ、はい、で結婚しましょうって言ったらとっとっと決まりますよね。じゃあもう今年中も、うん、まあありえますね。だって私どもで最短で8日間です、はい、8日間入会から成婚大会まで8日間、はい、例えばですよこの婚活セミナーに出ないと入会できないとかあるんですか。そんなことないですよ。婚活セミナーっていうのは、はい、なんていうのかな、私が一方的に婚活、はい、昨今の婚活でこうですよとか、昨今の恋愛事情ってこうだよねっていうようなお話をしてそれからサロンを見ていただけるので、はい、あこういう雰囲気なんだねっていうのが分かったりするいい場所なんですね、はい、でそれを聞かなくても対面で1対1で、はい、ご相談をして、はいでやってみたいなってことであれば入会もできますから、はい、別にセミナーじゃなくてもいいんです。例えばね、うんまあ、これからの時期ね、はいまあ、12月13日婚活セミナーということなんですが、はいはいまあ、ボーナスの時期でもありますよね、はい、そのお金なんですか、うん、それはね入会でしょ。入会の費用はそれね、うん、クレジットカードできますか。そうなんですか、はい、じゃあもうクレジットカードさえ持ってればそう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 今お金がなくてもね、はい、ボーナス払いとかもね、はい、大丈夫です。じゃあ今年中にもしかしたらもう頑張っていただければ応援しますよ。応援しますよ、ね、この番組きっとね婚活頑張る方、はいはい、たくさん聞いていらっしゃるでしょうから、はい
今年中になんとか滑り込み、はい、飛び込んでください。で今からだとねちょうどねイルミネーション、はい、クリスマスのイルミネーション早いところはもう11月の終わりぐらいから始まりますから、はい、そしたらねいやもっと早いかなもう始まってますね、はい、だからそういうこうなんていうの周りから攻めていく、はい、そうですよね。2018年クリスマス、うん、いいですね。奇跡が起こるかもしれないですよこれ聞いてる方、まあ、そうですね。クリスマスイブに、うん、プロポーズをして、はい、で年内中に結婚しちゃうっていう方は、はい8月9月に入会される方結構いらっしゃいますよ。なるほど、うん、まあ、で大急ぎ大急ぎ で年内滑り込み、はい、はい、ちょっとねクレジットカードお持ちの婚活これからやろうかなと思われてる方、うん、ぜひぜひぜひね2018年クリスマスに奇跡を起こしてください、はいはい、ね、そしたらねまたこの番組でもね、うん、報告できますもんね、はい、はい、その他にも植草さんはたくさんのところでコラムを書いてらっしゃいますので、はい、ぜひチェックしてみてください、日経ウーマンオンラインそしてウィズオンラインオールアバウトでコラム書いていらっしゃいます。ウィズオンラインは毎週木曜日の20時に記事がアップされます、はい、そしてこの間おとといアガル TV、はいはい、はい、その後ご覧いただきました。はい、なんかお付き合いどうなんですか。そうですよね、そこはね、うん、まだ話せない、うん、話せない、でもデートはしていただきます。あ、そうですか、はい、じゃあタンポポの方ももしかしたら神田さんもね、デートプラン考えてらっしゃるんじゃないですか、はい、今年中に、もちろんないかも、もちろん番組自体が、はい、今年中に絶対結婚できる TV ですから。あ、じゃあ、まあ、タイトルが上がる TV も要チェックですね、うん、そうですそうです、ぜひ見てください、はい、気軽にスマホで、上がる TV でアプリ入れていただくと、ご自身で録画予約できますので、はいはい、続けて引き続き見ていただければと思います。そうですね、はい、タンポポの岡村さんに負けないようにね、はい、このリスナー、この番組を聞いてらっしゃるリスナーさんにも、はい、たくさんの奇跡が起こるように、はい、はい、もうそろそろお時間ですが、そうですか、はい、早い、あっという間でした、はい、はい、今婚活をなさりたい方はぜひマリーミーホームページご覧いただいてお申し込みください。それでは日曜日、この日曜日のこのこの今宵の夜をお楽しみください、はい、おやすみなさい、ごきげんよう、もう寝るんですか、ちょっと早かった